車であんたと私寄ったはずにと言うけれど来ないになってどないしよう。恋を楽しむ若さがあれば気軽にさえならできるけど別れる勇気もあらけんが連れて行ってやったのます偉いこっちゃであんたと私偉いこっちゃであんたと私さあ始まりました、新番組でございます、高田和也のえらいこっちゃでっていう、いえ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 、まあ始まりましたけど、まず早速ですけどね、まあ初めての方もいらっしゃると思います、はい、ちょっと自己紹介だけ先やりましょうか。そうですね、はい、よろしくお願いします。はい、まずは、私幸せに田んぼ幸せだと書きまして高田和也でございます。イエイイエイ、よいしょよいしょ。はい、そしてパートナーでございます、はい、私マスカットデザイン株式会社、代表の布施寛太と申します。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。寛太君、はい、はい、今日から始まりますけどこのね、和也と寛太この2人で、これから、まあ、第1水曜日の4時からの番組、務めさせていただきますので皆様どうぞよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、まずですねちょっとこの番組始まる前に、コロナ対策としまして、ちゃんとこういうね、アクリル板もございまして、こういう感じでやっておりますので感染対策バッチリでございます。ちゃんとやっておりますということで始めさせていただきます。はい、はい、よろしくお願いします。一応50分番組ということで、ツイッターの方もこちら鳥越あずりさんのツイッターの方もございますので、はい、ぜひ何かコメントメッセージ等ございましたら、どしどし、送っていただけたらと思いますのでどうぞよろしくお願いします。さあ、番組始まりましたけど、この番組をやろうと、ね、決まったのが、あれ何2週間3週間ぐらい前ですか。2、3週間前ですね。ね、はい、まずその僕とこのカンタ君が出会ったのも、出会ってまだ1ヶ月立つのか立たないかぐらいの感じなんですけども、湯島にあります、お店が、はいはい、バーがございまして、そこでたまたま隣に座って、はい、で意気投合して仲良くなってという、2回目3回目に、お会いした時にですね、こちらのアズーリの局長ね、小町さんとお会いしてこの番組をやろうというすごいトントン拍子で、今回決まりましてですね、あまり時間もなかったので、内容等もねほぼほぼ決まらず、行き当たりばったりで今日から始めていこうかなと思ってますんで、どうなることやらですけども、どうですか、どんな番組にしていきたいですか。そうですね、はい、いやまさかちょっと話遡るんですけど、はいはいはい、しかも会った時間が深夜の1時とか2時12時ぐらいだったと思うんですよね。そう、そうですね。あれ飲んだ時の、はい、なんていうのかな、酔った勢いで、はいはいはい、なんか仕事の話することあるじゃないですか、はい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 、まさか本当に契約してなんか3週間前の話が、こう実現するっていうのは、はいはいはい、なんか本当にご縁感じますね。そうです、はい、縁もあるし、勢いもね必要ですよね、はい、本当ね、トントン拍子ですよ本当。そうですね。で、僕はですね、こちら鳥越あずり FM さんは、日本一尖った放送局というふうに、局長並びに高橋社長からもずっと聞かされていただいてましてですね、僕も特番とかゲストで何度かこちらのスタジオにお邪魔してるんですけども、今回、高田和也のえらいこっちゃでということで、ゆるい感じと言いますか、今日見ての通りこんな感じなんですけども、もう結構すでに飲んでおります
いただいてます、はい、ゲストさん等々ですね、まあ、お酒を飲みながら、まあ、こんな時間ですけども、うん、ちょっとお酒を飲みながら楽しくやっていけたらなということで、はい、もう早速こう飲んでおりますけどもね、うん、そんな感じでやっていきたいなと思っておりますので、はい、まあ、皆様どうぞお付き合いよろしくお願いします。よろしくお願いします。本当に、ね、今日初回なんで、はい、どんな方がこう実際まあ1人、まあ、0人の可能性もあるわけですけれども、はい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 、誰が見てるんだろうってすごく興味がありますよね。いや皆さん見てくれてますよね。見てますね。高田和也ファンクラブを皆さん見てくれてると思いますので、ね、あ本当ですか、はい、アナウンスされてますか。一応もうあの宣伝はしてますんできっと見てくれてると思うんですけど、はい、まあ、時間が用事なとかお仕事されてる方はちょっと ね、どうしてもオンタイムでは見れないのかなっていう感じですけども、うん、まあ、よかったらこちら、はい、メッセージもお待ちしてますんで、ね、お待ちしてますんでよろしくお願いします。はい、ということでございまして、まあ、ちょっと早いかもしれませんけども早速いっちゃいましょうかね。はい、はい、オープニングに、まあ、えらいこっちゃでという今頑張ってる曲なんですけども、うん、昨年の9月に発売した新曲でございまして、作詞が多田宗兵衛さん、作曲が宮地治さんという、まあ、皆さんもね、カンタ君はちょっと若いからもしかしたら知らないのかもしれないんですけども、うん、涙のミサオっていう、はい、はい、宮地治さん、うん、あんなちゃんのためにっていう、まあ、すごいもう大ヒットした曲があるんですけども、うん、その曲を、まあ、作られた、多田さんと宮地さんに今回のこの新曲、うん、まあ、いただいた曲なんですけども、まあ、見ての通りの、まあ、こういう酔っ払いのキャラです、うん、はい、CD のジャケットもこの酔っ払いなので、うん、まあ、なんとなく僕も今日実は、出かける前にこうシャワーを浴びながらもう何着ていこうかなって悩みながらですね、悩みついた挙句考えついたのが、あ、これでいこうと、この酔っ払いキャラをちょっとね、うん、まあ、キャラと言いますかもう飲んでますけども、うん、はい、この感じでちょっとやっていこうかなと。おかわりいただいて。おかわり、はい、おかわりください。おかわり入れますね。まあ、とりあえずじゃあですね、はい、続いての、まあ、2017年に発売した悲しい色と書いて藍色の街という曲をね、ちょっと皆さんに聞いていただきたいと思います。どうぞ。過ぎるほど胸がうつくよ、恋しくて男はダメだね、いつまでも別れた女が気にかかる。
どこかで幸せならば、こんなに心が痛みはしない。悲しみに気づかずに愛を深く傷つけた。過去を連れて今日も一人、愛色この街で。お前の香りが残った部屋で、グラスに面影揺れては消える。別れては思い知る、愛は二度と戻らない。過去を連れて今日も一人、愛色この街で。さあ、こうだったという愛色の街聞いていただきましたけども、ここで本日第1回目のゲストでございます。イエイ、歌手仲間でございますけども、磯川ゆきさんです。イエイ、よろしくお願いします。イエ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 イ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。急遽お呼びしましてすいません。いいえ、そしてこんな中飲みながらのいい加減な番組ですけども。おめでとう。ありがとうございます。イエイ、よろしくお願いします。じゃあいただきます。ゆきちゃんもね、お酒まあまあ飲める口ですから、うん、はい、まあ、飲みながら楽しくやっていきたいなと、ね、はい、思ってますけども、大分なんでね、やっぱ皆さんご存知のイチコとかキッチョムとか、ね、焼酎あれじゃないですか。焼酎、はい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 、もう焼酎美味しいですよね。いつも焼酎でもね、オールマイティなんですよ。何でも、OK、何でもワインもシャンパンも好きだし、はい、あ、まあちょっと乾杯はちょっとこれ今ビール飲んでますけど、やっぱり最初はビールって言いますよね。最初はビールなんですけど、まあ今日も飲みながらっていうことなんで、ちょっと今日はお酒をね、うん、ちょっともうさっき待ってる間にもうだいぶ飲んじゃったんですけど減ってるやん。だいぶちょっと出来上がっちゃったんですけど、出来上がっちゃってる。この間ちょっとあの青森の大鰐温泉に行ってまいりまして、うん、はい、青森もね、うちの師匠はジョンカラ温の節作ってますから、青森とはねご縁がありました。青年とそうですよね。まあ、温泉も有名なとこなんですけど、うん、この宝杯の、うん、はい、これがまあ10月にできたばっかりの、あ、いいですね、出来たてなんで飲みたい、はい、ちょっとね僕だいぶ飲んじゃったんですけど、ちょっとお二人にもちょっとねよかったら飲んでいただこうと思いまして、はい、大鰐の皆様見ていただいてますか。いただきます。先日はお世話になりました。いいな。これ日本橋のお寿司屋さんにも置いてありましたよ。あ、本当ですか。はい、まあ、このお酒はね本当ね美味しくて有名なんですけど、ね、特にこの生なんでこれ本当、はい、またおチョコがおしゃれ。これいいでしょ。これはあの僕は箱根ですか。あ、どうも。個人的にちょっとね誕生日プレゼントでいただいた。あらあらあら、はい、ぜひ飲んでください、はい、いただきます。どうも。うん、うん、あ、生なんでこのねシュワシュワ感といいますか、うん、はい、うん、ぜひぜひ。これはちょっと甘さもねやっぱ感じるし、はい、うん、でもピリッとくる感じもあるし、そうなんですよ、いいですねこのシュワシュワな感じが、はい、美味しいんで今日はぜひお二人に飲んでいただこうと思いまして、この間本当に青森行って、うん、もうそこの、相馬酒店さんで、うん、買わせていただいて、はい、持ってまいりました。今度私も締めサバください。締めサバ。ないかな。あります。ない。ない。青魚と合うと思いますねこれね。今日ね失敗したんですよね。お酒持ってきたんですけど、うん、酒のあて忘れてた。あてが。
じゃあぜひ次回は。しまった。まあ今日ね初回でね、はい、いろいろこうバタバタでこうね、うん、なんかこういろいろこう忘れ物とかいっぱいしてんじゃないかみたいな、うん、ちょっと次回からちょっといろいろ考えながらやっていかないとなと思います。まあスポンサーさんも大募集なんで。あ、そうですね。ガンガン宣伝していきますんで。はい、この際ね言わなきゃ ね。まずちょっとじゃあ磯賀由紀さんにちょっとね簡単に、はい、まあプロフィールといいますか自己紹介をしていただこうかなと思いますけど。はい、ですね、正式には来年の2月でこの15年目に入るんですけど、はいはいはい、まあ、ほぼほぼ芸歴的にはちょっと近いんですよね。そうですね、はいはい、で私はあの地元が九州大分県の佐伯市と言います、はいはいはい、あの宮崎にどっちかというと近いところの大分県ですね。なるほど。豊後水道とかね皆さんご存知かと思いますけど、はいはいはい、うん、で最近実はね、まあ、事務所という形で池袋にあの自社事務所を、そうなんです。本当に10まだ本当このつい最近なんですよねこの前。えってことは社長ってことですか。あ、つな、あのそんな偉そうなこと言う誰も私を迎え入れてくれないから勝手にやることに決めただけです。そうなんですね、はい、もうこの際ね、はい、もう私みたいなのがいたらね皆さんに厄介がられてあの目をかけるので。そんなことありますよ。そんなことありますよ。そんなことありますよ。どこの事務所も面倒くさいだろうなって思うと大変ですから、はい、大変ですから、はい、自分でやった方がいいのかなっていう感じです。なるほど。はい、うん、で、あ、また独立されたってことですね。はい、だからね、うん、あのまあまあ以前から個人事務所だったんですけど、はいはいはい、株式会社にするってどういうことなんだろうってずっと分かんなかったんですよ。いま、うん、だにまだ分かってないんですけど、とにかく手続きだけは、いい手続きは多かった。、うん、あ、はいはいはい、はい、あとは後々分かっていくかなっていうところです。それで大丈夫だと思います。手続きが大変だったってことは、うん、きっと何か今までと違うことが起きるんじゃなかろうかっていうアバウトな考え方ですけど、はい、もうあの会社監督は2つ持ってますからね、なんか分からないことがあればぜひ。何屋さんなんですか。自分は不動産業ですね。あ、はい、後でちょっと宣伝しますけど、はい、お部屋相談もっと早く出会ってたらね。そうですよ。まあ、はい、もう私あの直感で言ってたんで、はい、はい、そうですか、はい、というまあ監督でございますけども、うん、はい、でまあたまたまそのデビュー時期がまあ近いということで、うんうんうん、あれ10周年ですよ ね、 ね、10周年で広島の方で一緒にディナーショーさせていただいたり、そうそう、まあその時もね、はい、楽しくてね、いやまあまあまあ本当に楽しかったですね。楽しすぎて、はいはい、夜も何時間までやったかっていうぐらい飲んで、あの時はね、まあその、はい、もちろんショーも楽しかったんですけど、そうそう、終わってからの打ち上げからの最後ね、もうみんなベロベロだったのが、ベロベロですよ、はい、でその当時私事務所に所属させていただいてたんですけど、はい、社長も若くて一緒に飲んでたら ね、次の日2人とも二日酔だったっていう、うん、次の日広島からどこに移動したんでしたっけ。あれは京都ですね。京都に移動するのに、うん、はい、結構寝坊して大変だったんですよ。寝坊するわ。で新幹線の中でチケットな、あの切符なくして走り回るわ。あともう仕事中に二日酔いを隠すのが必死で、うん、はいはい、もうめちゃくちゃ大変で後悔してます。だからあのダメですよ、仕事の時は二日酔いになったら、うん、っていうことで、ね、自分に戒めです。飲まれるなですね。はい、ね、そうです、はい、我慢するの大変なんでね。いやもう僕はもう気にせずいつもこんな感じなんですけどね。知ってます。はい。でまあまあ今日、うん、ギャップね、はい、このギャップ、ギャップそうですか。いつもこんな感じですよ。はい、でまあ、うん、はい、まあちょっと今日本酒も出したんですけど、うん、もう一個今日ね、うん、持ってきたんです、お酒を。なにこの間、まあまあ10周年一緒にさせてもらって、うん、そうですね、15周年のライブを六本木クラップスの方でさせていただいたんですけどね、え、言ってくんないから私はね行き損なったんですよ、うん、いや宣伝してたんですよね。いやそれがね、うん、私自分自身も六本木クラップスで今度やらせていただくことにしたんですね、うん、はい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 、それで検索してたら、うん、なんや2日前に終わっとるやんみたいな。ちょっと来てくださいよ、ほんとなんで高田和也私に言ってくんないのよみたいな感じで、歌手仲間いっぱい来てくれて、カンタクも来てくれて、うん、声かけてくんないんだもん。ね、美味しい食事付きでね。そうなんです。しかも都内にいたのに ね、はい、知らなかったんですよ、ね、で、まあ、その15周年、まあ、本当言うと15周年ちょっと早いんです。そうですね、はい、まあ私も同じですけど、はい、本当はバースデーで企画してたけども延期になって10月になったけども、うんうんうん、肩書きがないからとりあえず15周年ちょっと
と早いけど15周年でいいかって言って15周年にやる。まあそんな感じですよね、はい、大体ね。で、まあ、その時にですね、うん、うちのそのファンクラブの、葵さんからですね、いいなぁ、ね、こういうすごいなワインが届きまして、いやいいなぁ、うん、15周年の、うん、でこれをですね、うん、どこで開けて飲もうかとずっと思ったんですけど、あらやっぱこう記念すべき第1回目のこの番組で、はい、葵さん見てますか、いただきますよ、はい、ちょっとこれをいただきたいなと思っておりますですね、まはい、あのまあ喋りながらお湯をちょっと開けてるので、うん、適当にまあ流しながら途中で多分開け出すと思いますんでよろしくお願いします。いただきます、はい、コルク式じゃないですかこれ。そうなんです、そうですね、ちゃんとあれありますよ、オープナー持ってきてます、マイオープナーを、おーやりますね、持ってますんで、はい、これあれですよね、でもお酒飲みながら喋るってことは、はい、口を滑らす可能性も、おっとどん滑らす、おっとって、はい、もうここは日本一尖った放送局ですから、もう何でも、OK、NHK じゃないですよね、はい、あよかった、 NHK は、はい、ダメなことがいっぱいあるんで怖いんですけど今日は OK ということで、あの脱いだりしなければ大丈夫だと思います、わかりました、はい、気をつけます、はい、さあまあまあ、うん、でまあ他にそのね今までその活動といいますか15年近くになりますけども、はいはいはい、もう今で何作ぐらい出されたんですか。ね今度、はい、今のレコード会社日本クラウンで多分あれ10作目ぐらいなのかな、あ10作、あそうですね、だからその前のレコード会社から考えると12ぐらい、はい、なんかだんだん10ぐらいからもう分からなくなってきてんですけど、みんなわかるんですか。そんなもん。でもねカラオケもだって曲数も結構入ってるでしょ、もう。そうです ね。アルバム曲とかも入ってますし、うんうん、すごい高田和也と違って大活躍する。いやとんでもないです。まあでもこれは本当自分の人生を振り返ってみると、はい、運っていうのがやっぱ大きいのかなと思ってまして、あのいつその人の運が来るかっていう、どんな運の来方っていうのもいろいろあると思うんですけど。うん、私の場合はもう本当に地獄の思いで辞めるかどうするかみたいな時期から、はい、あることきっかけにこう急激に自分の立ち位置が、まあ、いい形になったんですよね、はいはいはい、まだまだそう言ってもまだまだ上がたくさんいらっしゃるので、うん、目標にするとか高いんですけど、はいはい、まあその地獄からちょっとこう登ってこれたきっかけの曲があって、はいはい、まああの「愛はさりげなく」というね、まあ実は、はい、カップリングだった曲なんですけど、そうですよね、この曲はカップリングなのにすごい火がついて、そうそう、ね、カラオケの皆さんファンからすごい歌われるようになってっていう、そこで結構磯川由紀さんってこう全国的に皆さんに、ね、知られるようになりましたよね。ありがたいですね、それまで誰も知らなかったのに。いやそんなこと僕は知ってましたよ、ありがとうございます。ああ傷の舐め合いに曲紹介いいんじゃないですか。あ、ね、まあその流れで ね、まあ、今回ちょっと新曲をまあ出されるっていうことで、まあ、新曲って言っても実を言うと、はい、15年前のそのデビュー曲、しかもこれもまた今の愛はさりげなくじゃないですけど、カップリングだった曲が、はいはい、まあ2年後に皆さんからの応援で A 面なり、うん、はい、そして愛はさりげなくでちょっとこう私が皆さんに注目していただいたおかげでアルバムを出せるようになり、その中の1曲にも入れた曲なんですけど、その曲をついにリニューアルな形でね、この15周年に出させていただけるようになりました。ありがとうございます。だからね、もう私にとっては本当の勝負曲なんで、まあそういう意味でね、土台もしっかりしようっていう意気込みなんですよ。なるほど、はい、もう今開けるのに必死なんでね。あ、でも聞いてますよちゃんと。それで、ね、続けてください。あ、ちょっとえらい子ちゃんの話聞いてもらっていいですか。はいはいはい、いやまだそれまだまだあとあとね、それそれまだあともう今曲フリーだから。あ、そっかそっか。そうそう、はい、で、まあ、今回は、はい、あの衣装もね、うん、こだわってみたりとか、はい、アレンジの先生にももう私がこの先生にお願いしたいっていう方をお願いして、うん、ちょっとニューバージョンをね、はい、作ってもらったという流れなんです、はい、あの作詞家木下龍太郎先生ご存知ですか。はいはい、もちろんです、うん、鳥取砂丘熊野古道ね、五能線とかこう水森かおりさんのヒット曲が次々生まれた、はい、あの作品の作詞の先生なんですけど、もうちょっとお亡くなりに、そうなんですよ、実は、はい、亡くなってしまったのが私のデビュー前だったんですよ、はい、そうなんですね、だから本当に遺作だなと思ってます。
で、まあ、あの大会などで、まあ、こう気に入っていただいたことで今回の作品が生まれたということなので、はい、私にとっては宝物であり、ね、木下先生の残してくださった魂みたいな、そういうことなんですけど、はいはい、その、はい、曲をちょっと、まあ、今日は発売前ですけど、はい、まだ誰もね、まだ YouTube もね、はい、配信してないですからね。ですよね。だからここ初ですよね。初です、初です、はい、嬉しいですよ、初出しがこの番組っていうのがね、ということで、はい、その曲、じゃあ曲振りお願いします。はい、それでは、12月7日に発売になります磯ヶ駅15周年第1弾の記念曲です。ホタルビバンカ令和、どうぞ。私は命をかけたのに、恋の遊びの一つでしょうか、あれきり落とさたないなんて、心が映った印でしょうか。浮かれ蝶々が話してた噂を頼りに飛んでゆく、苦い夜露を飲みながら夜の盛り場の気遣い、死んでも構わない。
めっちゃいい、ね、ありがとうございます、まあ、もちろん聞いてる歌なんですけども、はいはい、これは私がカラオケ大会に出てた時代に、はいはいはい、島津亜矢さんの夜桜晩歌っていう情熱的なロック調の曲がありまして、はいはい、それがもう大好きだったんですね、はいはい、いい曲ですからね、はいはい、それを聞いてくれた木下先生がデビュー曲として作ってくれたといういきさつがありまして、でアレンジの先生が、はい、あのその夜桜晩歌のアレンジをした矢野辰巳先生にぜひお願いしたいということで、私がお願いしたところ OK してもくれたんですよね。で、まあ、以前も飛べない鳥じゃあるまいしっていう曲は矢野先生で作っていただいてて、もう本当になんか生まれ変わった感じで、はい、そうですよね。いやもうすごいすごい綺麗な女性が映ってましたけど、あの方はどなたですかね。どなたですか。誰かな。まあこれがまあ A 面で、はい、でカップリング曲のタイトルが、はい、ヘブンズバラードって言いまして、ヘブンズ、はい、はい、あの前作のカップリングにコルトレーンを聴かせてっていう、はい、ちょっとジャズというかボサノバみたいな曲があって、うん、ね、はい、こちらをすごくこう気に入ってくださる方が多かったので、はい、まああのそういう方にもまたね、あの同じ雰囲気を感じていただける第2弾を作りたいなということで、はい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 、で以前ね、クランからの一作目、うん、カップリングプライドっていう曲を作詞してくださった結城先生と、はいはい、蛍火晩歌の作曲の星川先生、はい、そしてさっき言った矢野先生のコンビでカップリング、はい、ヘブンズバラード、なるほど、これね、はい、大人な曲なんですよ。お大人ちょっとそれもちょっと軽くね、うん、なんか皆さんに軽く聞いてもらいながら、はいはい、ちょっと先ほどのワインも空いたところなんで、お酒がね合う、まさにワインが合う。いただきます。あの葵さん、いただきます。いただきます。あ、おいしい、うん、私好きな味、うん、美味しい、うん、ちょっとこう、あ、これチーズありますか。欲しいな、チーズ。ないない。ない準備が悪いですね、アツリは。いやいや、もうあのすいません、あの僕がちょっと買い忘れました、ね、本当申し訳ない。さあ、ここでですね、まあ、あの今回その高田和也のえらいこっちゃでっていうタイトルなんで、はい、なんかこうえらいこっちゃ、ここでね、ちょっとね、えらいこっちゃなエピソードなんかないですか。いっぱいある。もう早く言いたくでしょうかな。この前ね、はいはい、お引っ越しをやっとしたわけですよ、うん、でテーブルとね、椅子組み立てなきゃいけないから、一生懸命もう狭い部屋でこう組み立てて、はい、真っさらのテーブルができて、そして上の電気を変えようと思って、前の部屋につけてたちょっとシャンデリアみたいなやつを一生懸命つけて、うまくはまらないなと思いながらこうはめたら、ちょっと洗濯物を干してる間にガチャーンってここのテーブルの上に落ちて、傷は入るわ、ちゃんとはまってなかった、電気は壊れるわ。私下にいなくてよかった。あ、本当本当に、みんな気をつけてね。えらいこっちゃ、これえらいこっちゃ。片付けも大変だ、ね、大変、ガラスなんでね、もうしばらく10秒ぐらい固まっちゃいます、ね、あ、これガチのえらいこっちゃですね。いや本当にもうそんな、もう、あれでいいじゃん、サンタコの感じちょっとね、しゃれ込みすぎて、ね、まあ、あとはね、いろんな家具系を注文すると組み立てすごいじゃないですか。めんどくさいですよね。これもまたえらいこっちゃだったんですね。だからすごい数のネジが来て、もう誰かやってみたいな。自分でやったんですか。やりました、全部。まあ DIY。おお、まあ流行ってますけどね最近。今IKEA さんとかは全部自分で組み立てるようになってますからね。まあそうですね。めんどくさいんですよ。まあね、まあ、ちょっとぐらいならいいですよ。もうキュッキュッてやるぐらいとかならいいんだけど、あのちょっとこう女性用のね、うん、こう姿見じゃない、なんかこう
化粧する鏡、鏡、はい、そんなコンパクトなのでいいやと、ちょっとしたの買ったら、すごい量のネジが来て、うん、私、3、4時間かかっちゃいました。あ、でも3、4時間でできたんですね。できましたね。夜中の3時になりました。何時から始めたもうちょっと早くやってとか、確かに、うん、そうなんですよ、まあ、言ってくれたら多分ね、今度からカンタ君が全然本当もう全然終わったけど知らんけど多分全部やってくれると思う。知らんけど、そうか、もう本当誰かに来てほしかったな。そうですよね、あれ一人でやるのと二人でやるのと全然違いますからね。あ、確かに。そうでね、3種類ぐらいこうネジがあるんですよ、うん、これとこれ組み合わせてこう入れるっていう、はいはいはい、もうね覚え出すの早いの、どんどん。でもね1回目が一番難しい、うん、なんこれもう説明書見てもわかんない、うん、で板はいっぱいあってね、はいはいはい、どれがそれみたいな説明書まだあんま見ないんで、あ、私も見ない方、うん、気づいたら全然違うやつ、穴が広がっちゃうんだよね。そうそうそう、あれなんか合わない、うん、途中まで良かったけどあれおかしいなと思ってそれ、うん、最後にちょっとこう最後後ろのね、何、うん、ですか、あの、うん、側板といいますか、はいはい、はめるときに向きが違ったり、あ、そうそう、それそれこっちかいみたいな。今回3、4回それやりましたね、ネジ外すのがね大変なんですね。いや、近所に器用な人必要ですよ。ねえ、うん、きあの器用な友達、ね、うち来てくれますもん、友達。いい、そうなんですか、はい、お金の力でとか言って。お金の力で言ってみたい。いやいやいや、でも本当友達必要ですよね、器用な人ってね。僕近所に友達いないんですけど、どうしたらいいですか。私がいるじゃない。僕に声かけてください。使えないじゃん。ダメじゃん。本当私あの。男性に頼らないでも生きれるように頑張ろうって思うけど、やっぱりね、うん、こういうことするときとか、うん、重いもの運ぶときとかは、うん、やっぱり、まあね、荷物はね、なんか誰か私の部屋に来て助けてって言いたくなるんですけど、うん、公共の面前で書けない、ね、でまあ助けてって言いながら多分こうやって持ってる人があって、おっしゃおっしゃおっしゃ持ってんじゃんみたいなあともう一つあるんですけど、はい、プリンターを買ったんですよね。ってね、そしたらね、A4 のプリントができるファックスキーもついたやつ、うん、はいはいはい、あ、安いじゃんと思って買ったら、それはね中古だったわけですよ、うん、しかもね、うん、業務用だったんですよ。業務用部屋狭いのに業務用、めっちゃでかいの来ちゃって、それはだいぶバカですねあれ1平米ぐらい使えなくなりますよね、置くとね。ね、そう、うん、まあまああのこんな縦長じゃないんですけど、うん、まあこういう感じね、うん、で、まあ、まず場所どうしようっていう、うん、もう隙間に入らない、こうやって重たいしね、あれは一人で持てるのかっていう、もう今回の引っ越しでね、うん、えらいこっちゃだらけでね。いや、えらいこっちゃでしょ、それ。やっぱりあの1回目のゲストにはちょうどよかった行き当たりばったりなんですね、意外とね。違うんですよ、割と計算してるんだけど、うん、いいですね、やっぱ勢いでね、見落としがね、はいはい、あのそういう部分がやらえらいこっちゃなね、うん、ところがありますね。でも、ま、イメージはね、でも本当に一人でも移動とかね、なんかもう最初お会いした時、こんな荷物を、人が一人ぐらい入るぐらいのスーツケースね。まあ大分から、うん、まあ、もちろん関東でもこう活躍されてるんですけど、ずっと多分1週間2週間ずっと旅をしてる途中とかに会うんですよじゃあもう荷物こんな状態で衣装ですか、衣装とか諸々で、ね、まあね、会った時がそんな感じだったら、なんか手伝ってあげたいけど、こっちも荷物あるし、あそう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 なんですよ、うん、っていうパワフルなイメージがあるんですよ、ね、そう、うん、だからね、マネージャーさんもね、うん、学んだんですけどね、うん、年下の可愛い女の子だとねダメなんですよ、うん、ダメなんですか、ね、いやダメっていうのが、はい、いいんですけど、はい、私がね、うん、あのお母さんになっちゃう、だから、はいはいはい、重いとか言われたら、私が持ってあげるよっつって、あの可愛い女の子のマネージャーもついてたじゃないですか、はい、もうあの子は2人目の子だったんですけど、はいはいはい、コロナでもう何ヶ月もできないままに名古屋に帰っちゃって、ああそうなんですか、はい、またね新しい女性になったんです、はいはいはい、まあ、ちょっと年上なので今度は、あ、そうなんですか、あの頼れそうな方になってよかったな、はいはいはい、やっぱね、あんまり年下だとね、はい、ちょっとやっぱかわいそうになってきちゃうからね、うん、ああなるほどね、うん、だから自分で持っちゃうんですよ、あ、荷物、あ、いいよいいよっつって、そう、うん、そしたらね、うん、腰にねやっぱ来ちゃってて、全部一人で持ってるから、うんうんうん、あ、そう、ヘルニアになっちゃったの。あらら、そうだからね、今治療中です、はい、あら、うん、ヘルニア、
この間ね、お会いした時もなんか腰痛いって言ってましたよね、そういうのね。そうそう、だから皆さん無理にね、重たいものを持たない方がいいですね、気をつけてください。人に頼りましょう。はい。なんかカンタ君ありますか、そんな大変な、えらいこっちゃでな出来事。そうですね、この前29、30で日光行ってきたんですよね、キャンプ。キャンプ、はいはいはい、はい、で、帰り道だったかな、違う、行きだ、行きで自分4台で行ったんですよ、車、はいはい、4台で行って、自分たちはもう途中で遅れちゃったんで、うん、上を使ってたんですよ、高速道路、うん、高速、はい、してみんなで LINE で、LINE グループでいついつ着く、いついつ着くってやるじゃないですか、はい、目的地まで、うん、で、11時45分ぐらいに到着しますよっていう予定だったのが、うん、宇都宮もほんとゴールの寸前で事故があって、あらら、もうラスト3、4キロのところで事故っちゃって、はい、私の前の車が、はい、あ、前の車が、前のちょっと先のですよ、ちょっと先の車が事故っちゃって、はい、なんと6台玉突き事故、はい、で1台前の車がすっ飛んじゃって、はい、危ない、もうあれ交通なんですか、道が規制されちゃって、封鎖されて、はい、動けなかったんですよ、1時間あら、えらいこっちゃでと思ったんですけど、磯川さんの音じゃないなと思って、いやでも1時間動けなかったんですよ。いやでも巻き込まれなかったよかったです、ね、いやよかったですよかったですよかったです。もうすぐそこで事故が起きて1時間身動き取れなかったんで、辛いですよ ね、はい、ね、チャーハン作るって意気込んでますからね、この間ね、はい、かっぱ橋商店街で36センチのこんな大きい鍋買ってきて、うん、グワン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 やって、うまくできました。いや美味しかった、そうです、もう早速この辺なんかもうパンパン、はい、パンパンですよ、筋肉痛になって。結構でもね、体鍛えてるから、あ、いえいえいえ、それでもやっぱ筋肉痛になりますか。なります、普段使わないんで、ね、ここら辺の確かにこの辺の筋肉、はいはいはい、はい、ここ凝りますよね。へ、もう私もね、マッサージに行ったらここ揉んでほしい、うん、もうここ揉まれたらあっていう感じで、もう肩を揉まれる、そこがいいですみたいな。目丸くしないでくださいよ。あ、そんなこんなのね、はい、えらいこっちゃでトークでございましたけども、はい、まあ、ここでちょっとね、まあ、今回この番組をさせていただいたんですけども、はい、まあ、カンタ君のそのちょっとね、マスカットデザインさん等々の、はい、まあ、その会社のなんかそういう宣伝とかないんですか。どんな会社ですか、ね、そうですね、まあ、宣伝はですね、はい、特にないんですけど、はい、まあ、本当タイムリーで、10月31日で、うちのマスカットデザイン9周年お9周年、はい、迎えることができまして、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。昨日から10期目ですね、会社の方が。あ、素晴らしいですね、はい、その続くっていうかとね、まあ、社長さんですから、ね、あ、すごい、まあ、たまたま本当に2013年に始めて、はい、アベノミクスがもうバン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 来て、はいはいはい、不動産業界良かったんですよね。でその時結構やっぱタイミングよく取引ができたんで、はい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 、今そのアパートだったり、まあ、マンションだったりっていうのを、まあ、その地域の人に貸して、はい、家賃収益を得て、はい、っていうビジネスと、あとは、まあ、免許を取って満天不動産っていう別の会社を建てて、はい、でそっちの方ではまた、まあ、今新築戸建て建ててたりとか、はい、マンション買ってリフォーム再販したりっていうようなことをしてますんで、はいはいはい、いや本当に今日何人かの人は見てくれると思うんで、もし不動産でお困りのことがあったら私に声かけていただければ、本当日本全国どこでも対応しますんで、気軽にね、ホームページとかあるんですか、ね、ありますあります、うん、あ、これかな、今そうですね、これマスカット、これ満天の方、こっちの満天不動産の方にね、うん、気軽にメールいただければ、はい、本当日本全国どこでも対応しますんで、よろしくお願いいたします。はい、今度引っ越すところ、お世話になってますけどね。ちょっと遅かったなってやるんだ。今こんな感じでね、広く横須賀とか川越、はい、それから松戸の北郊がね、やってますんでね、もしよかったら、広範囲ですね。はい、広くやってます。はい、はい、すごいですね。横須賀なんてね、これ面白いですよ。もともと宗教施設だったもんなんで、祭壇が、家の中に祭壇があったりとか、はい、変わった間取りなんですけど、はい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 、はい、もしよかったらぜひ、はい、皆さんお気軽に、はい、僕もちょっと次はお世話になりたいと思ってますんで、はい、はい、ぜひぜひです。はい、満天不動産とマスカットデザイン、はい、はい、でございまして、あとなんかあれですよね、パンタ君なんかこう、これからこの番組をやっていくにあたっての、
ダイエット企画じゃないですけど、ね、あ、そうですね、なんかそういうのをやるっていう話を聞いてたんですけど、うん、それはどうなんですか、なんか目標を立てて、バタバタしててちょっと体重測ってくるの忘れたんですけど、はい、そうですね、来月までに3キロ痩せたいですね。1ヶ月で1ヶ月で、いやなかなかね、この3キロ痩せないですよ。僕もちょっと、はい、レコード会社の、うん、まあ、ソンバラっていうね YouTube の番組があって、うんうん、そこで塚原哲平さんと日向美奈さんと3人で、うん、その体重のね勝負をやってたんですけど、うわー、うん、やだ、絶対参加したくない。僕はね全然ダメでしたね。僕が企画したあの企画なのに僕が一番ダメだった、うん、落ちなかった。いやー、うん、昔はねちょっとこうねヘルシーにしたら、はい、ストンと落ちてたんですけど、それ昔でしょ、昔、うん、なかなか40超えるとね、うん、ダメですね、全く落ちなくなって、うん、30ぐらいからどん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 増えて、うんうん、もうずっと停滞のまんま、うんうん、落ちない、一時落とすんですけど、うん、やっぱりね PV あのミュージックビデオとか撮るので、はいはい、撮影前とかちょっと頑張って、うん、頑張るんですよ。やっぱね終わった瞬間にまたリバウンドするですね、あれね、絶対あれはね、そうなの、そうなの、まあそんなこんなですけども、続けながらこう毎月ちょっとねその経過報告なんかもね、そうですね、もし興味がある方、はい、ぜひ書き込みしてください、こちらまで、はい、はい、お願いします。もう一人でもねファンができたら嬉しいですからね。いや、できますよ、はい、アンチの書き込みは結構なんで、はい。今日ちょっとなんかね、もういかつめの感じで来てますけども。そうですか、はい、そうですか、普通の今日清掃できたんですけど、はい、まあちょっと僕はちょっとこういうキャラでやっていこうと思ってますんで、うん、はい、全然どんなキャラでも今後ね、そうですね、はい、なんかこう酔っ払いキャラとちょっとこわもてキャラの間にね、こうやって座ってるとなんかすごい私清掃系に見えてるんですけど、うん、勘違いですか。自分だけ。さあさあ、なんか告知あります？なんか告知。あのね、うん、さっき言った六本木クラブス今計画中で、はい、もう六本木クラブスのホームページに載せていただいてますけれども、はい、1月19日、はい、夕方なんですけど、はい、5時スタートで、はい、だいたい7時過ぎぐらいまでの、私の新曲披露ライブで、何曜日、木曜日だったかな、木曜日、1月の1月です、ちょっとね、19、私の誕生日の前です、前日、前日、いや、なんか食事しながらね、それこそお酒飲みながら、はい、ラフな感じで皆さん楽しんでいただきたいなっていう、なんか初のねそういうライブなんですよ、はいはいはい、で今回の作曲家の先生、はい、ピアニストだったので、すごいピアノが達者なんです、はいはいはい、皆さんにそういうピアノ、生ピアノでの演奏も聴いていただきたいし、あ、いいですね、はい、はい、ぜひ、ね、入ったら行きましょう、ね、ぜひ来てくださいよ、はい、お願いします、はい、はいはい、他はないですか。他はね、まあ、ちょいちょい最近、ね、イベントも増えてきてね、よかったですよ、ですね、コロナのね、はい、だいぶ落ち着いてきましたからね、でね、ずいぶんなかったですけど、最近ぼちぼちできてきました、はい、なので磯ヶ池オフィシャルサイトっていうのがありますので、はい、そちらにアップさせていただいてます、ぜひ見てください、はい、お願いします。まあ僕もあんまり仕事ないんですけど。ちょっとね、まあ、地元大阪なんですけど、大阪に全然最近帰れてないんですけど、まあ、12月にちょっと毎年、出させてもらってる先輩の桂木龍さんの、はい、まあ、ディナーショーで今年も歌わせていただくので、うん、12月の18日かな、うん、ナンバー JR 難波駅上にありますホテルモントレグラスミア大阪というところで、はい、ございますので、まあ、お近くの方はぜひそちらの方にお越しください。どうぞよろしくお願いします。でもあっという間でしたね。もう終わりですか。あら、はい、はい、1分前ですね。ない、はい、なんかね、ちょっと時間短すぎてもうちょっと酔っ払いたかったんですけど、ちょっとね、はい、両方飲んでたから今はちょっと酔っ払ってきてまあね、次1回ですけども、第1水曜日4時からでございます。まあ、こんな感じでちょっとね飲みながら、まあ、ゆったりと、ゆるい感じでやっていきたいなと思っておりますんで、また毎回ちょっとゲストも呼んで、いろんな方をね、呼んで、まあ、楽しくやっていきたいと思ってますんで、これから見ていきたいと思います。はい、はいはい、お願いします。まあ、記念すべき1回目私をね呼んでいただいて、本当にありがとうございました。ありがとうございます。はい、なんか最後一言ありますか。感じまた来月も会いましょう。本当ね、少しでもいいから増えてほしいですね。そうですよね。ちょっとずつ、まあ、今日まだ初回なんで、はい、はい、皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、あと12月の
はい、1月ですね。あ、新曲が。あ、新曲は12月7日。はい、もう少ししたら YouTube の方でも先ほどの映像が配信されると思いますので、はい、皆さんどんどん拡散して、もうたくさん友達とかにね、見ていただけるようにお願いしたいな。はい、もう今回頑張りたい、本当に。さっきのカップリング良かったですよ。カップリング良かったですね。あれね、はい、1人、あの女1人、男1人、こうカウンターでね、ワインとかね、シャンパンを飲んでる、うん、そんな姿がね、思い浮かぶんですけど、はいはい、もう一夜限りの恋でもいいわっていう、なんか大人のね、恋なんですよ。どうですか、そういうの。いや、もういいんじゃないですか。僕の歌はほぼそういう歌なんで、あの不倫の歌ばっかりしたんですよね。まあ、新曲のホタルビーバンカー令和、ぜひ応援のほどよろしくお願いします。はい、はい、ということで、はい、もう間もなく終了ということでございます。今日本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。これからまた頑張ってください。はい、また来月も、ぜひこの時間で皆様お待ちしておりますので、どうぞよろしくお願いします。改めまして、幸せにいたんぼ、幸せだと書きまして、甲田和也でした。セカンドでした。また磯川由紀でした。ありがとうございます。